シュレディンガーの私実況プレイ始めていきたいと思います。めちゃくちゃ怖そうですね。めちゃくちゃ怖そう。脱出ゲームらしいです。ちょ、最近脱出ゲームにハマってるんで、ね、白い部屋で白い椅子に座り、白い服を着た私。うん、今日も白くていい白い日だ。どういうこと？待てよ、何かがおかしくないか？何かが抜けてる気がする。まず何から問う。私は誰だ？私は何者だ？なんか、なんだよこれ、怖えな雰囲気早速、何入り込んでんな、いきなり主人公が。私は誰だ？私はどこ、ここにいる？ここはどこだ？白、白、白、すべてが白い。家具も床も天井も色が存在しない。まずここは外ではない。閉鎖された空間である。おかしい。これはおかしい。今までの記憶が抜けている。私はここから抜け出さないといけない。オッケー、抜け出そう。ちょっと怖いゲームらしいですね。画面端の矢印をクリックすると移動できます。セーブはメニューからできます。ああ、なるほど、素敵。じゃあ何もない状態でセーブしとこっ。アイテムとか何も持ってないね。オッケー、やっていこうか。やっていこうか。身分証明書を見つけた。そうか、これが私の名前と情報か。私は私を把握できた。私は私を把握できたってすごいね。まあ、今まで把握できてなかったんだもんな。もっと記憶を集めるべきだ。記憶もないんだな。あ、もうここはいじってもしょうがないんだね。床とか椅子は関係ねえのかな。なんか X みたいになってんな。ちょっと音がでけえな。こんくらいで大丈夫かな。あれ、なんかぼやけてない？あ、そういうことか。こうやってやるとちょっとぼやけんだ。目が霞んだのかとか、上とかできんの？なんだこれ。このドアは出口だろう。しかし、押しても引いてもびくともしない。鍵が必要なのか？そうか、そうか。鍵が必要か。まあまあ、いろいろ、一つ一つの部屋を見ていこう。花だ。しかし生命力を感じない。増加ってこと？引き出しは開かない。よく見ると、猫と帽子と、コウモリとネズミの絵が彫られている。数字を入力できるようだ。まあ、まだわかんないから。どうしよう。まあ、いいや。違うようだ。当たり前だ。ダイヤルドックがかかっている。切れ端を鏡に当て、と、彫られて。まあ、とりあえずここら辺は開かないんだな。あ、切れ端見つけたやんさ。切れ端？絵が描かれている。これは何を意味するのだろう。あ、コウモリもいるな。猫、帽子、ネズミ。猫プラス X で帽子。で、猫引く Y でコウモリ。猫プラス Z でネズミ。はぁ、ちょっと待ってね。ちょっとだけ考えたいな。猫が、逆に猫に何を足せば帽子になるだろう。いやー、ちょっとわかんねえな。まあ、まだわかんねえのかな。まだわかんねえんだよね、多分。ヒントアイテムはメニューのアイテム欄から再度確認することができます。オッケーオッケー。で、ここは何だったっけ？よく見ると猫と帽子と、ああ、そういうことね。ここがだから猫と帽子のやつなんだな。ちょっともう一回だけ見ていい？身分証明書。は別に関係ねえんだな。オッケーオッケー。ヒントの紙絵。猫に X？ なんだろうな。ちょ、もう一回だけ見ていい？コウモリだけ引くんだね。コウモリだけ引くんだな。猫と帽子、漢字から見ても別に何もないんだよな。ネズミも何もないしね。ネズミに何を足すと、猫に何を足すとネズミなんだろうな。カタカナだったりする？いや、まあまあまあ。まあまあまあ、わかんねえわ。わかんねえ。普通に考えてわかんねえ。他行くわな、普通。全部見てから。何これ？女性が書かれてる。なんか音が鳴ったね、今。なんだろうね。風景が書かれてる。天狗？鳥が書かれてる。なんだろうね。おお、なんだ。ベッドか。ベッドの下に何かがある。手では届かない。長い棒でもあれば。長い棒か。カーテンの隙間に何か挟まってる。写真だろうか。
いやいやいや、首吊り縄の写真だ。私の首を吊るつもりだったのか？誰が死を望んだ？私なのかな？私が何なんだろうかわかんねえもんね、まだ。おー、起床台？ダイヤルロックがかかってる。すぐそばに左右反転と掘られてる。すぐそばにあんのね。すぐそばか。鍵が必要だ。鍵穴は小さい。オッケー。椅子周辺に気になるものはない。左右反転。生命力のない草。ここにもあんだ。いろいろ置いてあるが気になるものはない。鏡には私が映っていない。どういうことよ。え、すぐ近くになんかあんじゃないの？すぐそばに左右反転と掘られてる。いや、全然わかんねえ、まだ。違うようだって言われてもね。生命力を感じない。気味の悪い花が咲いている。気になるものはない。開かない。鍵が必要なんだろう。大きい鍵。大きい鍵ね。あ、棚が開いた。写真を見つけた。黒い猫だ。シュレディンガーの猫。箱を開けたら猫は生きているのか死んでいるのか。両方ともの世界線があるよって話だもんね。そのどちらかだ。なら私はどちらなのか。ヒントがあったりする？今のに。いや、間違えた。猫の写真。裏とかになんか書いてあったりしないんだ。ダイヤルドックがかかっている。すぐそばに上下反転と掘られている。すぐそばにって何なんだろうね。上下反転か。棚が開いた。写真を見つけた。うわ、いじめられてる？笑われてる？誰に？何？に？なぜ？私は悲しかった気がする。どうしてこんなことになったのか。何なんだろう？中は空っぽ。もう中には何もない。何もない。そうか、そうか。すぐそばにとか、すぐ近く。お、猫だ。写真の猫だ。陶器でできた猫の置物だ。中に何か入ってるようだ。どうにかして取り出せないだろうか。ハンマーとかか。窓かと思いきや扉に描かれた絵だ。すごいね。センスいいな。ほう、そんだけかな。めちゃくちゃ広がってんな。広い部屋。カレンダーのようだ。女性風景撮り、そして女性と書かれているが気になる。まあ、これちょっと押してみるか。あ、一回セーブさせて。女性風景撮りだったね。女性風景撮り、そして女性。あ、やった。ようやく。もう多分3分4分かかってるけど、初の謎解き。絵画の裏から大きな鍵が出てきた。あ、大きな鍵開ける場所あったね。ちょ、一個ずつ開けていこうか。大きな鍵を開けた。これは長い棒。何かに使えそうだ。持っていこう。オッケー。持っていこう。あ、ただエンディングが2つあるらしいんで、どこで分岐するんだろうね。ベッドの下を長い棒で漁ってみた。ハンマーを手に入れた。あー、どんどん謎解けてくやん。そんな難しくねえんだな。俺がちょっと考えすぎたかな。いやー、猫を割るのはもうちょい待とう。なんかこれが響いてくるかもしんないからな。で、植物だ。しかし生命を感じない。まあ、増加がいっぱい置いてあるんだな。気になるものが置いてある。家のオブジェの下に写真が隠れていた。廃屋？廃屋か。外の記憶。最後の記憶だ。私は廃屋からここに来た。ほう。どうやって、そもそもなぜ廃屋に私はいた。本の隙間に紙を見つけた。あー、これを鏡で反転か。最初の数字は読めず、その次に201と書かれている。1023ってことね。あ、本人つか主人公めっちゃ可愛い感じじゃん。友人の写真だ。私には友人がいた。共にどこかへ遊びに行った。どこへ。すげえわかんねえんだな、自分のこと。あ、来た。619と書かれているようだ。あー、これ左右反転とかそういうことか。最後の文字は読めない。ってことは、これは9167ってことか。まあまあまあ。本の隙間に紙を見つけた。あー、123と書かれている。3ではなさそうだけど。6か8だろう。気になるものはない。あー、どんどん優しい親切設計なんだね。これ下は？あー、なるほどね。まあ、だいたい全部いったってことね、今。じゃあちょっとハンマーで壊してみるか。まあちょっとね。
謎も解けそうな気はするけど、一回ハンマーで壊してみますね。ハンマーで壊す。ごめんよ、猫ちゃん。出口の鍵を手に入れた。この鍵でここから外に出られるはずだ。バッドエンドじゃん、絶対。いや、怖いよ。おかしい。鍵は確かに合っているはずなのに。いや、何。何の音だ？上から？いや、天井落ちてくんの。誰？私じゃね？これ。ああ。あれは私だ。私が私を見下ろしてる。どういう状況？え？あ、潰されたんだ。その箱を開けたとき、中にいる猫は生きているのか死んでいるのか。私は必要のない存在だった。それだけだったのだ。少なくとも正しい世界に同じ人間は二人もいらないのだ。そっか、私は殺される。バッドエンド、よかったよかった。そっちから回収してもなぜ、もう怖いもんな。だからシュレディンガーの私ってそういうことか。この部屋から出る時、私は生きている私も死んでいる私もあるってことね。さあ、じゃあ謎解いていく。やっぱそうなんだ。ちょっと黒猫だったし不気味な気がしたから先延ばしにしたんすよね。上下反転。あ、オッケーオッケー。上下反転ってことはヒントの紙。あれ？上下反転どれだ？ヒントの紙に。あ、そういうことね。うわぁ、ちょっと見えないんだ。この状況じゃ。わかったわかった。じゃあ一回。あ、そういうことね。そうやって見れるわけね。上下反転ね。上下反転って書かれてるってことは、これは？あ、これは関係ねえな。まだ上下反転じゃねえな。上下反転の紙あったもんね。これかな？上下反転させると、1023か。1023入れてみよう。違うようだ。あ、違うんだ。そうだよね。これ上下反転させた上、左右反転もさせなきゃいけないもんね。あ、ちげえか。これ左右反転だ、これは。1053になるんだ。ロー、多分。多分そうだな。あれ？あ、これか。これが上下反転すると9167。あ、オッケーオッケー。9167か。優しい設定だね。よかったよかった。サクサク進める方が絶対楽しいもんね。と、棚が開いた。写真を見つけた。もう家族写真だ。そうだ、私には家族がいた。過去形？今、私の家族はどこにいる？めちゃくちゃ自問自答するよね、この主人公。まあ、なんかあったんだろうな。もう中に何もない。で、ここか。左右反転か。ちょっと待って、左右反転は何だったっけ？ああ、これではないんだ。これかな？ 1053 って入れてみよう。よし。棚が開いた。鍵を見つけた。もう何もない。あ、鍵ってそういうことか。あ、小さな鍵を見つけたんだ。で、こっちの棚が開いたんだ。棚が開いた写真を見つけた。うーわ、私じゃん、さっき殺した。あー、こいつだ。こいつが私をここに閉じ込めたのだ。しかしこいつは私だ。いや、どういう話なんだろうな。クローンでいっぱい私がいたりするのかな。そんな話ではないか。で、あとはここの謎解き終わってるから、綺麗な箱だ。開かない鍵が必要。あー、そっか、この謎解いてねえんだよな。切れ端を鏡に当て、手と書いてある。あ、当ててみるか、一回。鏡に切れ端を当てよう。どうやって当てんだろう。ヒントの紙1だったな。あは？オッケーオッケー、わかったわかった。これを鏡に当てるとどうなるかというと、351か。な？あ、違うか。153になるのかな？鏡に当てると。153って入れてみるか。あー、これじゃない。こっちはわかんねえんだ、まだ。あれ？5文字あるぞ。もう何もない。でもここしかないもんな、多分、あとは。鏡に当てれたりします？アイテムを使いたいな。
でもこれだもんな。半分に切られてる。これ、鏡に当てれたりしないの？あ、そっか。これ、髪の切れ端ってのは、そういうことか。オッケーオッケー。ああ、わかったわかった。この切れ端に鏡を垂直に当てると、溶けるってことなのかな。そういうことか。あ、12851だ。うわ、この、今俺がパソコンの画面に鏡を垂直に当ててる映像も、実況として載せてえな。12851か。オッケーオッケー。12851。あ、突然ひらめいたみたいになっちゃったな。あれ、ここじゃなかった。あ、ここじゃねえわ。え、どこだっけ。12851。あ、これか。そういうことか。ここまで来んのにな。めちゃくちゃ時間かかっちゃった。851か。なるほどね。いや、普通に、123みたいな、128の半分みたいなやつに、正面で鏡当てたりしても全然わかんなくて、あれどういうことだと思って、鏡持ちながら試行錯誤してたら、12851って数字が出てきました。あ、やった。やっぱりか。棚がいた。鍵を見つけた。すぐそばの箱に使えそうだ。すぐそば。これ？鍵を開けた。何？え、死んだ？赤い写真。一面に赤くて赤い。死んだ。ああ。気が動転して閉じ込めていた記憶だろう。赤い写真を手に入れた。え、どういうこと？だからぶん殴られてここまで来たってことなのかな？死んだと思ったらここの部屋にいたってことなのかな？で、最終だよね。多分あと一個これだよな。引き出しの猫、帽子、コウモリ、ネズミの絵だよね。なんかあるか？どこにあんだ？これなんだよな。あれ？え？見れ、あ、そういうことか。今この場面では見れないんだよな。猫が描かれてる。猫プラス X、マイナス Y、プラス Z。どういうことなんだろう？全然わかんねえな、これ。X をプラスすると、どうなんだって話だよな。あ、え、何？そんなこと書かれてんのかよ。え、あ、そうなんだ。タンスに使えそうだってここに書いてあるね。ドレッサーに使えそうだ。あ、教えてくれてたんだ。私の名前と情報が載っている。私と友人が載っている。笑われてる誰に。あ、これ見たやつだな。あざ笑ってる。箱を開けた時猫の精子はどっちだ。自殺を示唆する。私の家族が写ってる。あー。で、ここには猫が、絵が描かれている。猫はキャット、他はってことだから、全部英語ってことか。こんなの見る前にひらめきたかったよ。猫はキャット、帽子はハット、コウモリはバットか。ネズミはマウスだけど、ハット、バット、ラットってことか。ハット、バット、ラット。ちょっと文字に起こしてみよう。で、どうするってことだね。プラス X ってのはなんだ？プラス X、マイナス Y。ちょっと書いてみようか、これも。どうなんだ？つまりは。で、この3つから、猫と帽子と、コウモリとネズミの絵が描かれて、あ、そういうことか。ってことは頭文字ってことかな。キャットだから、ローマ字表記順だとしたら C は3番目だから3ってことか。3プラス、ハットって何番目だ。ハット H って何番目だ。H は、何番目だ。8番目か。H は8ね。H が8、ハットが8、で、バットが2、ラットは R だから、R は18。あ、もうやった。これ解けるな。ってことは、ハットは、普通に猫に3プラス8ってことだから11だ。あ、なるほどね。わぁ、すげえ気持ちいいじゃん。11。で、バットは、あ、こいつだけマイナスなのは、そういうことか。キャットの方が数字がでかいからか。ってことは1か。111ってこと？あ、違う？ちょっと待って。
あれ合ってるか心配になってきたな。だって R だけ15あんだけど、1115でやってみるか。ここが2になったりするのかな。違うようだ。1125ってやってみていい？違うようだ。あれちょっと待てよ。もう一回やらして。XYZ、 あ、そっか、何をプラスしたら、あ、そういうことか。何をマイナスしたらってことか。あ、そういうことか。だから3に何をプラスしたら、ここはだからこの矢印はイコールってことなのかな？ってことは5ってことか。一番最初は。うわぁ、なんだ、スッキリとか言ってたのバカみたいだな。マイナス、だから51だね。ここは51だね。B が2だから、3が C だからね。で、R が18だから、18には、18、3を18にするのは15だから5115か。引き出しが開いて中から写真が出てきた。あ、よかった。難解すぎたわ。いや、バカなだけだけど俺が。学校だ。私が学校に通っていた。そうなんだ。学生なんだ。楽しかったか、苦痛だったか、なぜだか思い出せない。うわ、思い出した。すべて思い出した。キュピンっつったね。私は平穏に暮らしていた。学校での生活も何も問題はなかった。しかし、ある日突然、私以外の家族は死んだ。私を残して死んだ。おー、すごい展開だな。私が外出中、みんな、家で殺害された。あー、すごいな。それから友人たちの私を見る目が変わった。哀れみと恐れと、嘲笑と、虚しくなった。まあまあまあ、しょうがないよな、こんな。一人残されるってのが一番きつい気がするわ。まあ、その時、死んでるってのもあれだけどね。あそこは廃屋ではない。私の家だ。私はあまりの虚しさに自殺しようとした。あ、そういうことか。だから、あの、一番最初に手に入れた縄の写真があったりして、で、一番最後に手に入れた赤い写真は、自殺したってことなのかな。その時、私を見たのだ。それから私はここにいる。塞ぎ込んだってことか。心の中の私ってことの？今。この部屋にはすでに猫がいるじゃないか。それを壊す必要なんてないんだ。それを壊す必要はないんだ。めでるのか？めでればいいのか？今から。ハンマーで絶対壊さないからな。もうバットだから。陶器でできた猫の置物だ。中に何か入ってるようだ。どうにかして取り出せないだろうか。いや、ハンマーでは壊さない。てんてんてん。あ、来た。壊す必要などない。この猫はここにいるべきだ。そしてこの子にこの場を任せて私は現実に帰るべきなんだ。だからシュレディンガーの私なのか。シュレディンガーの私なんだ。箱の中には猫がいるべきってことか。皮肉ってんな。そしてこの子にこの場を任せて私は現実に帰るべきなんだ。いや、前向きってことだな。私は猫を撫でた。あ、生きてるんだお前。猫が鍵を加えている。ありがたく頂戴しよう。出口の鍵を手に入れた。ありがとうな、タマ。この鍵でここから外に出られるはずだ。その箱を開けた時、中にいる猫は生きているのか死んでいるのか。私はここにいる。私は自覚した。私は生きている。私は弱い猫ではない。そうだね。ありがとう。もう一人の私。あなたの役目はもう終わりだ。あ、やっぱそうなんだ。自分の中で自問自答してるってことなんだ。このシュレディンガーの私ってのはシュレディンガーの猫と照らし合わせて、心の中に塞ぎ込んでしまった私ってことなのかな。心の中、いやーなんだ、まとまんねえな。心の中の私、心の中に閉じこもってしまった私が今外に出てきたってことなんだよね、多分。いや、合ってんのかな。それともあの部屋、物質的に普通に部屋なのかな。さて、改めて、向き合わなくては、辛い現実に、弱い私自身に、かっこいいな。トゥルーエンド、やったね。バッドエンドが怖かったけど、この A 怖すぎんだろ。いや、よかったよかった。ただ、多分普通に30分ぐらいかな。もう下手したら40分ぐらいかかりましたが、なんだろうね。謎を解くまでがやっぱ時間かかりましたね。
それさえ分かればって感じだね。鏡も鏡で、鏡さんって感じだしね。まあいいわ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。脱出ゲーム、シュレディンガーの私。画風も独特で素敵で、この BGM もなんか危機迫る感じで、世界観がすごい。ずーっと暗いしね。ずっと暗いっていうか、ずーっとなんで私はここにいるのかとか考えながらできるのが楽しかったです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。